口先生、友野教授の退職祝賀会の件、メールでご覧になられたかもしれませんが、念のためのお知らせです。ずいぶん気が早いんじゃない？はい、友野研の皆さんが張り切って計画されてます。さすが友野先生、人望が厚いね。谷口先生にお願いしたい寄稿文は、記念冊子を印刷する関係で締め切り厳守だそうです。友野先生との思い出、いや、友野先生は大先輩だけど、僕はそれほど親しい間からではなかったけれども、谷口先生にはこのセンター設立に関するエピソードをぜひお願いしたいとのことでした。それならいけそうです。藤田先生も寄稿するの？あ、はい、私は学生時代に友野教授の授業を受けてましたし、同期が友野研にいるので何かと親しくしていただきました。なるほど。そういえば君んとこの院生、岡野君、彼は確か友野研から移ってきたんだったね。あ、そうなんです。とても優秀で院生たちには良い刺激になってます。加藤君とも気があって。ああ、加藤君ね。いや、君が引き受けてくれて助かったよ。彼はどうかね？僕のところではちょっと心配でしたよ。諦めが早くて粘らないんだよ。そうですか。よくやってると思います。少し面倒くさがりなところはありますけど。いや、実験を面倒に思うようじゃダメなんだよ。もっと実験が好きで執着心があるような学生がいいね。なおかつ知的好奇心、野心があって、いや、藤田先生みたいな研究者が出てくれるといいんだがね。いやいや、私なんて。いやいや、そして3年の間に論文10本ぐらい出してほしい。いや、10本が多いか。考えてみたまえ、岡野くん。僕たちはあと数年で社会に羽ばたく。そうだね。何改まってるの、加藤くん。学位を取るには査読付き論文がどうしても必要ですです。なんで共著者空欄なの？っていうか、わかんないんだよね。共著者は貢献度による順番っていうじゃない？その貢献というのは、論文書くことに貢献なのか、研究することに貢献なのか、どっちなのかな。ん、その違いが僕にはわからない。とにかく前の研究室で教わったのは、執筆に関わってたり文章に対して責任ある人は共著者、実験をたくさんやったとしても執筆に関与してない人は社事。ということは、技術補佐員の山田さんは社事。そうです。あれ、加藤は山田さんに随分教わったんだよね。お世話になってます。社事に入れるよ、絶対に。あと、友野教授に言われたのは、投稿を考えてる学術雑誌の投稿規定を必ず読むようにって。投稿規定か。うん、なるほどね。で、僕たちこんだけ相談し合ってんだから、お互い社事に入れてもいいよね。研究室の顕微鏡カメラにはハードディスクがつながっていますけど、そこには生データが保存されています。論文に1枚しか写真を載せないとしても、例えば100サンプルあれば100枚の写真を撮影しますよね。はい。リンさんはその100枚を出せと言われたらちゃんと出せるかな？出せます。よかった。出せるのなら、あなたの実験は架空のものではない、捏造ではなかったと証明できます。つまり、生データはとっても大事なので、きちんと保存しましょうというお話です。はい、はい、生データはラボでも保存していて、私が気がついた時にやってます。だけど皆さんも画像撮影や解析をするたびにバックアップを取っておいてください。あと、今度友野研を参考にさせてもらって、データ管理のためのポリシーの作成を始めようと思っているところです。決まったらまたお知らせしますね。
それから皆さんすでに聞いてると思うけど、ジャーナルが論文掲載の条件として関連データをリポジトリに公開することを要求するケースが増えてます。まあその是非はさておいて、もちろん関連データには生データも含まれますので、この点においても生データが大事だということです。ところで、誰が見ても分かりやすいようにデータの整理ができてますか、加藤君。ちょっと見てみたんだけど、 KATO から始まる番号、これは加藤君の名前、それとも何かの略語？あ、僕の名前です。ラボのみんなは分かるかもしれないけど、先生、私は分かりませんでした。同じラボだけど。分からないってごめんね、加藤くん。だからまして不特定多数の閲覧者には意味不明なファイル名となってしまいます。じゃあどうするか、ファイル名を変えて整理するか、もしくは説明書きを添えること。ファイル名のルール、今から名前を変える、無理だろう。はい、説明書きを追加することにします。わかりました。焦れないうちにやっといてね。あと、誰が見てもわかりやすくということ以外にもっと大事なことがあるんだけど、わかるかな。実験ノートと紐付けできてないとダメですよね。そうですね。日付とどんな作業をしたのかがわかるようなフォルダ名やファイル名、これがないと生データにたどり着けないです。これは学部の時にも習ってると思うけど、念のための確認でした。今日の案件は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今井さん、定例報告ここでやっちゃいましょう。はい、どうぞ行くか。はい、なるほどね、ここまでは OK です。あれ、ちょっと待って、この画像はとても見栄えがいいけど。はい、分かりやすくしてみました。そうなんだ、はい、これ元データと並べてみられる？はい。はい、これです。あー、やっぱり私には分かりますよ。コントラストを調整してこのあたりを修正ツールで綺麗にしちゃったでしょ。あ、はい、ここにはバックグラウンドに何もないから消した方がいいかなと思って。そうか、残念。今日からは修正ツールを使用した画像の加工はデータ操作だと知っておいてください。え、綺麗にしただけです。改ざんしようとは思ってないんです。だとしても、このように画像を一部分だけ加工するのは NG です。へー、データ操作って光ってない箇所を光らせたり、そういうのはダメだと習ったんですけど、そしたら他のページも習ったのに勘違いしてるのか。もう一度全員に教えなくちゃ。先生、危ないところでした。もっとここでやってていいですか？うん、大丈夫。この部屋はあと30分キープしてます。今井さん、せっかくいい研究になってるんだから慎重にね。はい。大丈夫かな。ありがとうございます。これ共同執筆者には谷口教授を加えるはずだったかと思います。入れましょう。はい。で、今更かもなんですけど、谷口先生は共著者になるんですか、社事ではなくて。社事、ずっとこの方式だからどうかな。あ、余計なこと言ったかな。これが慣例というやつかも。着想とか研究デザインにアドバイスくださったのが谷口先生なのね。はい。だからこの研究の目的を誰よりも理解している。
じゃあまた次回金曜日にね。はい、ありがとうございました。はい、どうやってるようですね。友野先生寄ってってください。いやお邪魔しちゃ悪いからね。あ、岡野くんは投稿用の論文がほぼ完成しました。そうですか、よかった、順調のようだね。はい、おかげさまです。何一人前のこと言いよって僕は何もしてないよ。俺を言うなら藤田先生にね。どう、ちょっとコーヒーでも。はい、失礼します。加藤君は研究で何がやりたいの？僕はですね、乳酸菌お達者クラブだよね。バッチリ。はい、そうなんです、うん、とにかく乳酸菌でお達者に長生きできたらと思ってやってます。ああ大事なことだと思うよ、人類共通の願いです。うん、で岡野君は、はい、ああ感染時の生体防御でしたね。はい、新しい病原体が出てきた時に僕らの体がどう反応するのか、加齢による影響をどう受けるのかを詳しく調べたいです。いや君たちはいい研究者になったね。じゃあ聞いていいかな、学位取ったらどうするの？あ、僕は製薬企業でやってみたいんです。あ、でも感染症の薬を作るんじゃなくて、どの薬が相性がいいか悪いか、こうパッと分かるような検査の仕組み、まだ誰も考えたことのないような安くて簡単な方法を見つけたい。あ、夢だけど。いや、大いに期待します。うん、で加藤君はどうしたい、決まってきた？僕はですね、一応就活もしながら、なんだか実験生活も捨てがたいなと、どうするか決まらないんです。うん、じっくりと悩んでいいと思いますよ。うん、これからも実験をたくさんやって人類を救ってください。お達者クラブ代表からもお願いします。そうではまたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あれ、え、実験室まだ行くの？うん、今日やっておきたいことなんだ。今ならラボも空いてるだろうし。おー、そっか。じゃあね、僕は帰ります。お疲れ。おう、加藤、いつの間にラボ人間？ラボ人間？じゃあ岡野が前のラボで書いた投稿論文は今書いてる論文の文献リストに引用してんの？もちろん。活性化 T 細胞は前のラボでの研究が分厚いよ。教授や先輩の研究が積み重なって今の見解が成り立ってる。ああ、そうだったな。うん、俺は T 細胞のことは藤田先生からというより友野教授の授業と岡野に教わったんだった。だろ、ほら、これは僕の前の論文。うわ、参考文献が充実してんね。うん、今執筆中の論文、過去の論文のこと書いてる部分もあるけど引用してないよ。ちょっと待って、気をつけないといけないのは自分で自分の論文を引用したのに引用を紐付けない件だよ。だって引用してくのもいちいち面倒では。ダメダメ、それ完全にアウトです。過去の論文で書いた文章を適切に引用しないでそのまま転記するとそれ自己盗用だから。参考文献も同じくだよ。適切に紐付けておかないと過去の業績なのにあたかも今の論文で初めて分かったみたいになっちゃうから、それも自己盗用。自己盗用、なんか聞いたことあるけど。あるはずです、しっかりしてよ。そっか、これ
それが自己投与なのか。いや、人ごとかと思ってた。まさかこんなに身近なことだったなんて。忘れないうちにリンクさせておいたらいいよ。承知しました、うん、ここに引用番号、あとここにも、そうそう、今はざっくり置いてあるかもだけど、ちゃんと2つの論文を並べてみて漏れがないようにね。ね。世話が焼けるんですけど。あ、でもさ、こういうことって教わらなかったの？え、誰に？あ、そういえば藤田先生から過去の論文の引用忘れないようにって言われたことがあった。完全に忘れてたわ。それダメだよ。ちょっとした不注意で台無しになったら残念すぎるんだから。そうだな。うん。他のに感謝だ。ん？だけど前の論文の時、その前の論文ちゃんと引用してたかな。どこが前の投稿論文からの引用だったか分かりません。引用が抜けてたとして、それを今さら言ってどうなるの。ああ、がっかり。兄さんなんて。あ、加藤さん、私はもうがっかりなんです。どうしたの。ですね、私去年上海で学会発表したじゃないですか。里帰りも兼ねて。うん、覚えてる。その時発表した内容を論文化したものがあるのです。4ページに短くまとめました。へえ、それって学会の時によくあるやつだよね。希望者は受け付けますっていう。そう、そうなんですけど、よく考えたら自分4ページとかじゃなくてもっと長い論文を作りたかったわけです。図表や写真もたくさん入れて。そっか、研究の内容がもっと濃いわけだ。イエス、その通り、濃いんです。で、濃い論文の下書きを組んで藤田先生に相談したのですよ、さっき。うん、そしたらダメだって。どうして。メソッド同じ、結論同じ、図表も同じでは、いくら長くてもそれは二重投稿だって。うわ、そうなんだ。でもなんか方法ないの。何か別のメソッドで実験を付け足すとか、あと3割ぐらいは新しい内容を加えるとか。うわー、ずいぶんな修正だよね。追加実験もやらないと。そう、それでがっかり。困ったね。だけど学会発表の内容を論文化するときはよく考えた方がいいっていうことだ。そういうことです。でも負けないですよ。何しろ濃い研究ですから。濃いもんね、うん、応援するよ。ありがとう。じゃあお先、うん、リンさんも大変だな。でも俺も過去論文で自己投与放置でいいのか。先生に相談か。あ、藤田さん、あなたの講師時代の論文のことでジャーナルから知らせが来てるんですね。ええ。3年前の論文ですが、サラミ論文だと疑われているようです。責任著者である私宛に知らせが来ました。そんな。他のジャーナルに投稿した論文を送付するようにと書かれています。
ですがサラミにならないように各論文をそれぞれの参考文献に含めておいたんです。あの時どうしたんだっけ。教授のアドバイスに従って、それからとりあえず他の論文を送るなり何でも協力します。ちょっと失礼します。斉藤さん、ちょっと怒られますか。藤田先生の論文に不具合が見つかったんですよ。え？大学に報告するのかどうかまだわからないけど、僕はちょっと伏せておいた方がいいように思うんだけどな。困りましたね。教長の方はいらっしゃるのですか。うん、企業なんだよ。学生の就職先でお世話になってるあの北東乳業。はあ、先生、こういう場合の決まり事はないと思いますけど、ただ大学事務局の方にはお知らせになった方がよろしいのではありませんか。え？私、研究科の研究構成関係の方を個人的に知っていますので、ちょっと聞いてみます。いずれ大学も知ることになるでしょうし、隠しておくことでいい結果になるとも思えません。か、うん、まあそうかもしれないね。調査のための資料をピックアップしてまとめていきましょう。これからどう動くのが誠実な対応かしら。私手伝いますから、おっしゃってくださいね。ありがとうございます。あの斉藤さん、私は大学を辞めることになるんでしょうか。お辞めになる。どうでしょう、調査委員会にご判断を委ねましょう。先ほど研究構成関係の方にちょっと聞いたのですが、しばらくは内密にされるそうですよ。斉藤さん。あ、友野先生。谷口教授、今日はおいでですか。いえ、谷口先生はお休みでして、体調が優れないのだそうです。どうされたんだろう。それが、ジャーナルからメールが届いたみたいで、詳しいことは言えないんですけど。ほう。谷口先生はいつからお休みなんです。ちょうど1週間になります。心配ですね。で、学生たちの指導は。いえ、何もご指示がないので、そろそろ困っています。うん、どうしたものかな。藤田さんはいますか。はい。じゃあとりあえず藤田さんと話してみます。もしかして谷口さん、大変なことになっているんじゃないですか。いえ先生、実はそれ私が原因なんです。え、藤田さんが。はい、私はもう自分のうかつさに腹が立ちます。何があったんですか。私がまだ講師だった時のことです。3種類の発酵成分による比較を交えて充実した論文を仕上げようとしていたんです。けど学生指導に追われたりするうちに、なぜか実験がうまくいかなくなってしまって。わかります。なぜか間が空くとうまくいかなくなることがありますね。ええ、それで実験に使う細胞をチェンジしたりしてるうちに、
さらにまた時間をロスしてしまいました。私は5年任期の講師だったんですが、あと2年を切ったところで心配になって谷口教授に相談したんです。うん。教授は一本の充実した論文を狙うのもいいけど、もし分割して3本出せるのならそれも一案ではないかと。ほう。さらにそれぞれを引用して投稿すれば大丈夫だとアドバイスしてくださいました。なるほど。もし3本出せたら准教授のポストを狙えるかもしれないともお聞きして、今思えばバカでした。すっかりその気になってしまいました。それで論文を分割したのですね。はい、3つに分けて結果が出ているものから順番に投稿しました。メソッドはほぼ同じです。3つの論文のうち2つ目の論文には引用を示しましたが、3本目は2本目が遅れたため引用を示すことができませんでした。投稿中とかアンパブリッシュドとを示さなかったのですか。はい、示さなかった。それらを全部別の雑誌に投稿したんです。全部別の雑誌に。そうです、全部別の雑誌にしたことでとても悪いことをしたような気持ちになりましたが、でも大丈夫なはずだと信じてました。結局2年弱の間に3本の論文が受理されて、それのおかげで私は任期切れにならず、しかも准教授になれたんです。正直に話してくれてありがとう。友野先生、先生にお話しして考えが整理できました。サラミ疑惑ということで調査が始まってますが、調査していただくまでもないです。私はバレないように論文の題名を変えたんです。意図的に論文数を増やしました。委員会では正直に言おうと思います。そうだね。それと今回お話を聞いて思うことがあるのですが。何でしょう、教えていただきたいです。責任著者というのは論文の正確さや整合性について責任を負っています。ですから今回の論文に関しては谷口先生に重大な責任があり、まずは谷口先生が責任を問われると思います。私も含めてですが、責任著者は論文が倫理的に正しい位置づけであることを保証する覚悟で指導に当たらなければなりません。はい。藤田先生、ちょっとお時間いいですか。いいですよ。実は僕、できたら大学に残って研究を続けたいと思うんです。そうなんだ加藤君、それはとっても嬉しい申し出です。でも今まで放置していましたが、僕は投稿論文で自己投与をやらかしています。そうですか。それは勇気ある告白です。気がつかなくて申し訳なかった。
まずは私の指導不足を詫びたいと思います。いや、あの、すいません。それで加藤君は過去の自分の論文を引用するのを忘れたから、次の論文であたかも初めての説を展開するような書き方になっちゃったわけですね。そうです、忘れたというか、いちいち面倒になってしまって。それに当時は引用することが大して重要なこととも思ってなくて。当時はね。で、今は重要だと分かったわけね。はい。じゃあ早々に投稿したジャーナルの編集委員会に連絡しましょう。加藤君は論文の修正を求められるかもしれない。あと学位の取得が遅れる可能性があるけど。やっぱりそうですよね。でもね、大学院に残って研究を続けることはできると思う。本当ですか？おそらくね。加藤君は自分で正直に告白してくれたのが良かった。私は今とっても反省しているところです。気を取り直して一緒に頑張ろう。何かあったんですか？実はね、座ろっか。はい。3年くらい前のことなんだけどね、私がまだ講師だったんだけど、何種類の比較性、